どこだ？てかさっきの赤いパイプ全然。あれ？目の前にあったぞ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかもうすでに死にかけてるんですけど。もうなんだかすでに死にかけてるんですけど。今が、あ、そっか、前回こっちで、ボス部屋の鍵を手に入れて、出てきたところか？え、違うかな？なんかそんな感じやったような気がするんですけども。するんですけども。え、なんかそんな感じやったよね？確か。どうしよう、これどこ行ったらいいんやろ。とりあえずちょっと、こっち側の部屋に、あ、そうよ。で、なんか、あそこに入ってって、まあ、ボス部屋の鍵も手に入れたんやけど、何やったっけ？なんか、なんていうのあれ、バルブを開いて、水が流れるようにしたんかな。え、でもこの水が流れるようになったことによって、一体何がどうかちょっとよくわからんのやけど。ん？これ結構あれか、最初の方か。え、どこに行けばいいんやろうな。あ、この赤いやつもひねるんかな。え、でもその赤いやつもひねりたいんやけど、まずそう、ここにどうやって行くかよね。いけんくね？え、いけんくね？てか体力回復したいな。ただ、これ、でもなんか赤いパイプこっちから来とるよね。ほら、この黄色いパイプはさ、なんか水が通りよるっていうのわかるやん。この赤いやつは、待って、どこだ？なんかこっちの下の方。待って、まずさ、回復させていただけませんか？は。全然当たらんねんけど。びっくりするぐらい当たらんねんけど。これ近距離すぎてさ、爆風に巻き込まれる気するんよね。あ、いけた。あ、よかった。私無傷。いけ。何の音？気持ち悪いな。ん？なんかこれめっちゃあれだな。え、これあれじゃない？ですよね。なんか中ボスみたいなのに乗ったところよね。あれってことは違うな。どこだ？え、てかさっきの赤いパイプ全然。あれ？目の前にあったぞ。目の前にあったぞ。え、ちょっと待って。でもこれ、どうやって行くんだ？え、行けなくない？これやんね。だって多分これひねったら、このひねった部分がさ、なんか、奥に引っ込んで、うわ、なんか出てきた。奥に引っ込んで穴が開くはずやけん。まだあるまんまってことは、あ、待って、わかった。え、でもさ、低いかな？あ、なんかちょっと浮き上がった？なんか若干浮き上がった気がする。え、待って、これいけるんか？もう一匹もとかじゃないよね。あ。え、届くんか、それ。すげえな。やったらもっといけるとこある気がするけど。え？掴む。これで水が行くんじゃない？え、行くかな？どう？あ、ほら、流れ出した。で、消えた。でさ、これ、マジでさ、どこの仕掛けが動いたみたいなのちゃんと見せてよ、その動いた先。あれ、さっきの氷が、溶けてる。うぃー、怖いー。んーで、あれかな？なんか、最初の方の部屋に戻っていけばいいんかな？これで。
よしよし。あ、ほらほらほら、赤い方水着よりよ。これで、これでどうなった？え、何も出てないけど、水キー、キモいよ。あ、出てる出てる出てる。なるほど、これでフックショットや。これでフックショット。んで、次この左側こっちに移ると。オッケーオッケー。え、んでこれを動かしたら多分そこが出るんじゃない？違うかな、そこの水が出るんじゃない？でもそこの水が出てなんなんやろ。あ、水車止まった。ね、水車止まったんやけど。え、待って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 。え、水車止まったよ。これどうすればいいんやろ。ここで水車が止まりました。んで？え？何？あ、これ、あ、え？これでさ、黄色い方を止めたら、水車の回る方向が変わるってことなんじゃないん？今両方出とるけんさ、なんかバランス取って止まっとる状態になっとるけどさ、これ片方、こっち黄色い方止めたら多分逆方向に水車が動くようになるけん、でここの水車の動きが逆になったら多分さっきのあの洗濯機みたいにぐるぐる回りよったところの回転が逆になるんじゃないかな。ほら、なんか知らんけど、正解っぽい感じの正解っぽい感じの音が鳴ったよ。よし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 。あ、これがさっきどういう、どっち回りになりよったんかとか全く覚えてないけど、え、これで変わったんかな、水流。まあ、でもこれで流れが変わったことによって多分この中のさ、行ける部屋が変わったんじゃないか？多分。今までは、行けよったのどこかな？一番上と、一番下かな？行けよったの。あ、ほらほら。え、多分違う。ほら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 、来たことない部屋に来たよね。え、来たことないよね。多分。今これどこよ？よくわからん場所や。これ何の柱なんやろ？上に浮いたらわかるかな。あ、はぐれ妖精おった。ここなんか水流ある、戻されそうやな。とりあえず入るか。え、ちょっと待って、全然全然ゲットできてないんですけど。ほら、さっきまでさ、あの一番下、これ一番下のねえ、とこやろ。こっちの赤い方にさっきまでずっと入っていきよったんやけど、今こっちの緑の方に入っていけるようになったんよね。で、ちょっとあの、なるほど。一回目は周りのバリアを取り除くだけなんやね。え、待って、ちょっとバリアあるんやけど。え、待って、これさ、攻撃したらバリア取れるとかある？あ、取れた。じゃあこの状態で、よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って。え、全然ゲットできてないんですけど。え、あれはどうやってゲットするんすかね。はぐれ妖精。いや、でもな、はぐれ妖精どうせ全部とか捕まえれんけん、もう捕まえんでいいかなとも思ったんやけど。だってさ、見てほら、15分の2しか捕まえてないんよ。絶対、絶対全部捕まえれんけん。やめとこっか。あ、もしかしてここ、え、あ、そっか。でも、上があるんかな？上なんか足場あるね。あ、待って、あそこにもおるよ。でも、取れそうな位置におったらちょっと取りたくなるよね。これは取れんことないやろ。あ、まあ、一応あの、あ、ん？これはもう、あ、水面なんか。待って、あそこにオクタロックみたいなおらん？なんか取れん気がしてきた。やめとこ。待って、ちょっと。ん？あ、この緑のパイプ上がれる？もしかして。
だって水面でジャンプでき、え、何？え、なんかさ、ん？ボス部屋あった。え、でもここにもなんかひねるやつあるよ。ここひねったら何がどうなるんやろ。あのポタポタなりよるの水が落ちよるだけ？何それ。なんか多分他にも行ける場所増えたんじゃないかなと思うんやけど、あ、なるほど、ここか。あ、落ちた。え、落ちた。他にも行ける部屋増えたんじゃないかなとは思うんやけど、まあ、もうボス部屋の鍵も持っとるし、行けるのであれば、もう行こう。行っちゃおう。いた。だって多分さ、洗濯機みたいになってるところね。まだ入ってないとこ多分、もう一箇所あるんじゃないかなと思うんやけど。まあ、多分、はぐれ妖精がおるとか、宝箱があるとか、そういうことなんじゃないかなと。え？全然出てないんですけど。え？え？全然出てないですけど？どういうこと？え？どういうこと？ボス部屋行けんやん。あ、もしかしてその、おそらくもう一箇所行ける場所が増えたであろうというとこ、やっぱ行かんといかんのか。おいー。もうちょっと遠くから。この辺からちょっと。ああ、全然取れん。全く取れん。で、どこだ次。そこか？違うんか。どこやねん、次入れるとこ。多分この辺の段じゃないんかな。ここじゃない？やっぱり。ほら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 、入れた入れた。えーい！え、キモいキモいキモい。え、まだおったりする？今度反対側とかに。えーい、危ねえ。怖っ。えー、びっくりした。やめてや。ちょっと先にやっつけておきたいな。来いよ。あれ？ちょっと待って。今その辺に足場なかった。気のせいか。今この状態で私攻撃できないんでやめてもらっていいですかね。痛いって。あ、あそこに足場ある。あ、これもまたなんか凍らせれるんじゃない、この滝。あ、これ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 、ん、なんか2つあるな。はっ、凍った。あ、凍ったことによってなんかこれが止まったな、回転が。え、でどうすんの？え、でどうするんすかね。あ、なんかあそこに扉ある。入って、え、どうやって行くのあれ。ねえ、どうやって行くんすかね。え、どうやって行くんだよ。え、何？どうやって行くの？フックショット使える？もしや。めっちゃ跳ね返されますけど。え、超跳ね返されますけど。何？どうすればいいの？あ、そこ上がっていけたりするんかな？もしかして。ちょっと待って。よっ。これでさ、こう。あ、ここ上がれる？あ、上がれる。あ、フックショットもしかして。フックショットってことかな。いける？宝箱いけたよね、フックショット。あ、いけたいけた。はぐれ妖精？私の欲しかったものじゃないんやけど。ちょっと待って。あれ？え、待って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 。え？バルブは？え？回すバルブは？ないんすか？なんだ？なんかあそこにも宝箱あるな。え、でもあそこ狙え、
ないギリギリから行けば、あ、行けない、この下からなら行ける感じか。え、あ、行ける、行け、めっちゃ隠し部屋みたいな感じ。はぐれ妖精、いや違うんだよ、私の欲しいものとは違うんですよ。ちょっと攻略っぽくはなってきたけど。いやでも違くてさ、違うんだって。え、違うのよ。え、ん、なんか向こう側にも、どこ、なんかどっかさ、こっちの方に、あれ違うな、あれ、ん、なんかこの辺に入れるとこない、上、え、どこ、ちょいと待って、あ、あそこか、え、待って、あそこは、え、これもまたあれか、ん、なんか私落ちてない、大丈夫、次はあっちに行くってことか、よし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 、いいよいいよ、そう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 、え、そこ飛び移れる、リンクの身体能力を信じて、よいしょー、いったー、んで、ちょ、何ここ、そこ飛び移れる感じ、あ、いけた、え、なにこれ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 、え、え、もしかして、え、違うな、天秤みたいになったんかと思ったけど、勝手に動くんか、あ、あれじゃない緑、よっしゃ、行こう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 、矢が入っとる父がおる、ちょい待って、いいよ、ちょ、遅い、え、ってかまずそこ登れるか、なんか近寄ってきてない、え、これこっち行ったら降りるんやない、ほら落ちるやん、くんなや。くんなや。でも矢は大事。え、待って。どっかある？え、なんかめちゃくちゃ暴走してない？なあ、いつ大丈夫？あ、あれか。また、え、違うか。チュチュを足場にするわけではない？いや、わからんわからんわからん。とりあえずここでさ、無限にもう矢は増やせるってことが分かったけん、これでここに登った状態でもう一回氷を溶かす、いけ、よしよしよし、んでこっち側に渡りまして、んでこれか、はい、あ、これで間違えた、怖い、渡れる、はっ、びっくりした、落ちたかと思った、これでいけるってことやろ、いけたよ、これで多分あそこから水が出てボス部屋に行けるはず、てかこれで行けてくれないと困る、あそこの中にさ、なんか壺あるんやけどさ、あそこで行っていくんやろうね、めっちゃ気になるんやけど、別に行けんでもいいんやろうけど、わからん、
じゃあまあ戻りますか。どこから来たんやっけ私。あそこか、来たの。よーし、戻ろうぜー。あー、やっとここまで来たよー。ちょっとタイミング間違えるとこやった、もうちょっとで、ね、何も考えずに渡ったけど。よし、セーブします。よっしゃ、挑むか。